ウィリアム・スタンリー・マゼロスキーは、アメリカ合衆国ウェストバージニア州、ホイーリング出身の元プロ野球選手、右投右打ち。ニックネームは、マス。1954年に17歳で、ピッツバーグパイレーツと契約し、1956年7月7日に19歳、10ヶ月でメジャーデビュー。以後、1972年を最後に現役引退するまでパイレーツ一筋に二塁手として活躍。軽快な守備ですぐにレギュラーとなり、1958年には初のオールスター出場を果たす。同年初のゴールドグラブ賞に選出された。この年には打撃面でも打率275、本塁打19、打点68と活躍し、ナリーグ MVP 投票でも8位に入った。特に守備面では卓越しており、通算守備率は983、ナショナルリーグゴールドグラブ賞に輝くこと8回、通算1706回のダブルプレーに参加し、これはメジャー歴代記録である。パイレーツの名アナウンサー、ボブ・プリンスはザ・グローブと称えた。17年間のキャリアで3個しかグローブを使わず、くたびれたグローブはチームメイトからパンケーキとやじられた。一度、チームメイトのいたずらでグローブにバターとシロップを塗られたことがあったが、それを修繕してまた使ったという。1960年にはチームがリーグ優勝を果たし、ニューヨークヤンキースとのワールドシリーズに駒を進める。3勝3敗で迎えた第7戦は、メジャーの歴史に残る一戦となった。序盤パイレーツが4-0とリードするが、強打のヤンキースは5回から8回までに7点を取り逆転。8回裏パイレーツが5点を取り9-7と逆転するが、9回表ヤンキースは2点を取って同点に追いつく。そして9回裏、マゼロスキーがワールドシリーズ最終戦としては史上初のサヨナラ本塁打を打って、不利が予想されたパイレーツが4勝3敗でヤンキースを下した。このシリーズを通じて、ヤンキースの55得点に対しパイレーツは27得点。安打数でも91-60と完敗であったが、シリーズには勝った。この活躍で、マゼロスキーは、ベーブ・ルース賞に選ばれた。ワールドシリーズ最終戦のサヨナラ本塁打は、その後1993年のワールドシリーズのジョー・カーターまでなかった。この時のカーターは、第6戦であり、3勝3敗の第7戦でサヨナラ本塁打を打ったのは、現時点でマゼロスキーのみである。なお、この際のホームランボールは、ファンの一人がキャッチしたが、ビールにケースと交換にマゼロスキーの手に渡り、現在でもアメリカ野球殿堂に保管されている。その後も、1966年に自己最多の82打点を記録するなど活躍を、1969年以後は、出場機会が減るが、1971年のワールドシリーズで自身2度目のワールドチャンピオンとなった。翌1972年を最後に現役を引退。マゼロスキーの背番号9、ピッツバーグパイレーツの永久欠番に1987年指定。1987年8月7日にマゼロスキーの背番号9がパイレーツの永久欠番に指定される。2001年にベテランズ委員会の選考でアメリカ野球殿堂入りを果たした。現在は古巣パイレーツの特別アドバイザーとして毎年スプリングトレーニングにて指導を行っている。また2019年現在マゼロスキーは存命する唯一のパイレーツ永久欠番選手である。ありがとうございます。